小悪説とは、紀元前三世紀頃の中国の思想家順子が、孟子の性善説に反対して唱えた人間の本性に対する主張。人の性は悪なり、その善なるものは、偽なりから来ている。ここで言う悪とは、弱い存在という程度の意味であり、悪イコール罪という意味ではない。また、偽とは、人のなす行いという程度の意味であり、 偽イコール嘘あるいは偽物という意味ではない。いわゆる、原罰主義や、原罰化のバックボーンとして、小悪ル説が指摘されることがしばしばあるが、本来の小悪ル説に、原罰は含まれておらず、小悪ル説を解釈する、側の二義的な問題である。また、人間を信用する、しないという問題も小悪ル説自体には含まれておらず、やはり解釈する、側の二義的な問題である。 また、キリスト教における現在とも根本的に異なる概念である。純子は人間の本性はこのように欲望的存在に過ぎないが、後天的努力により公共善を知り、礼儀を正すことができるとして教育の重要性を説いた。ありがとうございます。